徳島でキャンパラナイトさあ、始まりました。キャンパスボーイの徳島でキャンパラナイト。本日10月9日、木曜日、10月9日木曜日のキャンパラナイトスタートしました。皆さん映ってますでしょうか？どうでしょうか？コメントをください。僕の方はまだ映っていないということで、さあ、映ってますでしょうか？どうでしょうか？コメントをお待ちしております。というわけで、今日は木曜日ということで、私、キャンパスボーイ清水ひろみが一人でお届けする、清水ひろみの一人でできるもん15分配信ということで、ああだこうだ言ってる間にもう15分経ってしまいますので、まあ、トン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 やっていきたいと思います。さあ、映ってますでしょうか？どうでしょうか？コメントお待ちしております。まあ、10月9日、まあ、今日は特にすること何もなく、また実家の方でゆっくりと過ごしていたわけでございます。でかといって特に喋ることがない。まあ、いろいろとね、暇すぎて地元の門真の中を自転車で、あっちだこっちだと、右往左往としていたぐらいでございますが、まあ今日は、まあどんな配信しようかなと思って、ただ先週からやりますと言いながら、購入し忘れてたこれを今日はしたいと思います。ということで、こちら商品見せてあれかな。とりあえずね、今ここにあるものがあります。これ、美味しいって幸せ、ハッピーターンアイス。これを食べよう配信を今からしたいと思います。ねえ、ハッピーターンアイス食べちゃいました配信。ねえ、ちょっとね、いろいろと世間では話題になってるこのハッピーターンアイス、あのお菓子のハッピーターンですよ。それがアイスとなったんですよ。これは食べてみないとダメですよ。まあ、僕過去にね、ガリガリ君リッチですか、コーンポタージュ味やったり、クリームシチュー味で、ナポレオン味、ナポレオンは歴史上の人物か。ナポリタン、間違えた。ナポリタンね。ナポレオン配信です。ナポレオン味って嫌やな。気持ち悪いな。血の味なんかな。ごめんなさい。自分で言いながらちょっと鼻水出てきました。いやいや、とてつもない間違いを間違えましたけども、恥ずかしい。ナポリタンね。ナポリタン配信をしましたが、ね、いろんなもんをこう、食べる配信をね、過去にやっています。今回は、ハッピーターンアイスを食べてみよう配信でございます。ねえ。甘じょっぱい美味しさ。ちゃんとね、アイスにはハッピーパウダーも入ってるそうですよ。もうハッピーターンのね、このターン王子がすごい、もうケンちゃんパウダーみたいにこう、アイスに振りかけております。ねえ。このハッピーターンアイス、今回、私、清水ひろみが生中継で食べてみて、皆さんにこの味の美味しさ、まあもしかしたら、まずいかもしれませんけども、なんかいろいろとね、インターネット、SNS とか見てますといろんな噂が流れておりますが、もうこれからハッピーターン食べられへんって言う人もおれば、ねえ、まあそれ以外の感想は見たことないですけども、ね、もうちょっと体験しようかなと。で、思ってるよりも、浅いんですね、ここの。ねえ。どんなんなんでしょうか。1個140円でございましたが。で、ちょっと、早速開けてみます。よいしょ。早く食べんとね、溶けてしまうからね。ちょっと誰か開けて、これ。あ、指突っ込んだ。よいしょ。で、中身はこんな感じです。もうこれを、至って普通のね、アイスですよ。こうやって見たらね、層とかもね、いろいろ、こんな感じですけども。
ではちょっと早速いただいてみましょうか。よいしょ。ねえ、気になりますね、この味わいが。わ、なんかドキドキするな。まあ、いつものことながら、もう一個本物ハッピーターンも持ってくればよかったな。ハッピーターン食べてこっち食べてみたいなね。ちょっとハッピーターン思い出そう。ああ、なるほどな。あんな、そうやな、あんな感じの味わいですよ。そのイメージを崩さぬうちにいただきたいと思います。それでは。おお、緊張するなこれ。いただきます。じゃあ、香りは鼻詰まってるのかな。今鼻噛んだんですかね。ハッピーターンのでも香りはせえへんな。いただきます。あー、なるほど。あー、なー、あ、お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 、ハッピーターン、ハッピーターン来た、出てきたよハッピーターン。ちょっと待って、最初ね、そんな、最初あんまり普通やなと思うんですけども、5秒経ってから来たよ。5秒経ってからハッピーターン来てるよ。すごい後味、ハッピーターン。すごい。すごいすごいすごい、これ。後味めっちゃハッピーターン。いや、ほんまにあの、まあ、食感はね、やっぱりあの、ハッピーターンほんまのお菓子はサクサクとしてますけど、こっちはね、まあ、アイスですから、しっとりはしてるんですけども、あの、なんですか、あの、よくほら、ハッピーターンお菓子食べた後にね、ここの、包みのね、ナイロンのところにですよ、言ったらハッピーパウダーがねあるじゃないですか。それラロンってしたみたいな感じですね。とあとハッピーターンそのものについてるハッピーパウダーラロンってあったような味わいです。わっ、すごいなこれ。最初何にもないよな。あ、来た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 。後からめっちゃ来る。最初はもう、あ、来た来た来た、あー、ハッピーターン。あ、でも僕ね、僕の舌がいつもおかしいんかな。何なんでしょうか。僕は別にあのまずいとは思わん。この言い方って決して美味しいとも思ってないっていう言い方やけど、まあでも普通に食べれるよ、美味しいよ。あの塩アイスみたいなもんちゃいますこれ。まあ甘じょっぱさがね、美味しさの秘訣だと書いてますけども、ほんまになんか塩アイスを食べてるかのような。最近流行ってますもんね、塩アイスっていうのがね。だから、そうやな、どちらかというとほんまに塩アイスですよこれは。にやっぱりハッピーターンを頭の中入ってるから、あー、あとがハッピーターン来た。ハッピーターンやな。あー、ハッピーターン、あ、今すごいハッピーターン。ハッピーターン今すごい。でもなんか僕ね、これ買う前に事前にこうやってあの、何ですか、口コミというかインターネットで書き込みをね見てたんですけども、思ってたほど全然、別にハッピーターン嫌いにならんよこんなんで。いや、なるほどな。僕は全然、あ、すごいハッピーターン。すごいハッピーターン。ほんまに。なんか、嬉しくて回転しそうですね。ハッピーターン。
あ、これあれなんですか、黒さつきさん、ハッピーターンだけでなくコラボ元のバニラアイスも買わないとってことは、あ、これまだ元のバニラアイスもあるんですか、これてか、そうなると次回ちょっとやってみたいのは、その元のバニラアイスとお菓子のハッピーターン持ってきて、それを一緒に食べたらやっぱこの味なんのかなっていう配信をやりたいよね。そこまで用意しとったらよかったな。あー、なんか今やりたくなってきた、比較をしたくなってきた。ほんまや、あ、元のバニラがあったんだったら、それと明治やもんね、明治のバニラとねえ、ハッピーターンお菓子持ってきてね、そのバニラにハッピーターンぐさっと突っ込んでパクって食ったら、うん、あら、うんうんうん、なるほどなるほど。だからこれ一回封を開けてしまったからね、この放送中に食べてしまうのではないですね、溶ける一方です。うん、なるほどね。まあこのような感じで、清水ひろみの、やってみました配信、今世間で話題のハッピーターンアイスを食べてみた配信、ぜひとも皆さん食べてみてください。まあ星3つでいうと、この僕は星 2.5 ぐらいはありますね。別に全然そんな嫌いになるような味わいではないですよ。やっぱハッピーターン食べたからかな、よく。うん、すごいハッピーターンをアイスにしたっていう、ほんまそのまんまの表現やけど、ほんま、そう。うん。ん？ん？気のせいか、今、アイスの中に。あ、気のせいか、びっくりした。なんか、ハッピーターンのお菓子の食感があったような気がします。わあ、なんか、だんだんこう、合間なくね。ガンガン食べてるから今ずーっと口の中ハッピーターン。さっきはね、まあ、ちょっと喋って一口目の時ね、いただきますパク、うん、あれ普通のアイス5秒経って、あ、ハッピーターンで、またなくなった頃にパク、うん、やっぱ普通のアイス、あ、ハッピーターンで、なくなってからパクやったじゃないですか。いや今はもうどしどし食ってるから、全部が5秒ずれて、言うたらこの配信のタイムラグと一緒でしょ、全部が5秒ずれて、あ、ハッピーターン、ハッピーターン、あ、ハッピーターン、ハッピーターン繋がってるので、すーごい永久ハッピーターン口今中、今多分食べたらね、そんな何も、うわ、ハッピーターンやこれ、今2回食べました、あ、ハッピーターン、あ、またハッピーターン。まあ2回5秒ずれてね、やっていきます、本当に。うん。あ、すんごいハッピーターン、今。2個目、さっきの。うわ。うん。いや。まあいろんなアイスが出てますね、今は、本当に。次、どんなアイスが出るんでしょうかね。まあ、ガリガリ君はね、他にも僕三大リッチを食べましたけども、他にもいろんな味が出てるらしいんでね、まだ興味のある気になったものがあったら、食してみたいと思いますけども、今回はハッピーターンアイスでございました。うん、あー、すごい、わ、すごい、ハッピーターンのジュース飲んでるみたいですよ、これ。溶けたところ飲んだら。
やな、ハッピーターンやな、すっごい口の中ハッピーターンやな。さあというわけで、なんだかんだね、ちょうど配信15分頃やっておりますが、コメント読んでね、まあ終わりたいと思いますが、まだまあもうちょい喋ろうか、せっかくやったらね。うん、ピータンちゃうよ、ピータンでもない、あのピータンは逆に、あ、俺ピータン苦手かもな、あんまり好き嫌いないんですけども、スマイルさん、僕ピータンは意外と苦手かも。一回何で食べてあったかな、ピータンを、なんかのこう食事会かなんか行った時にピータン出てきたの。その時ピータン無理やったな、よくあの食わず嫌いでよくあのピータン嫌いな人多いと、でピータンってどんな味やねんとずっと思ったんですけども、ある日ちっちゃい時ですよ、まだ僕は小学生、まあ4年5年ぐらいの時に食べたことあったんですけども、ピータンダメでしたね。今思えばね。でちょっとさかのぼって喋りたいと思いますが、小西さんがキャンパンは私も食べてみたいですと、それともあのお近くのコンビニなどで、お買い求めください。ハッピーターンですね、すごいハッピーターンになるか口の中。黒佐助さん、ようやくハッピーターンアイス買ってきましたかと、買ってきましたよ、食べちゃいましたよ。黒佐助さんは食べたんでしたっけ。ぜひでもこの配信を見た方はね、あの明日とにかくもう言うたら19号迫っております。徳島もね、関西にもね、そんな台風でね家出られへんようになる前に、その前に買ってね、買い出し行って買って食べてみてくださいね。また毎晩10時からやってるからね、その時に食べながらまたコメントでね、今ハッピーターン食べてますみたいな、いただけたなと思いますので、きみこちゃん、キャンパンは、小西さんも後味がハッピーターンなんですね。と、後味すごいハッピーターン、後味でしょ、先味5秒はね普通のアイスなんですよ。先味アイスはね、普通のアイスなんですけども、後味はねハッピーターンですね、本当に。アウレオさんがおーハッピーターンね、ちょっとギャグみたいになりますけども、リンネちゃんもおーキャンパンはーと、キミコちゃん、私も挑戦してみたいですがなかなか勇気が出ませんと、勇気を出してごらん。もう食べられんと思ったらね、妹をお母さんにあげたらいいんですよ、本当に。なんとか この量やったらね、3分の1にしたらなんとか食えると思う。3分の1ぐらいは多分食えると思うから、お母さん妹とね3等分しなさい、本当に。ベンツみたいにこういうマークつけてね。ハッピーターンだけでなくコラボ、ああこれね読みましたね、コラボ商品さってかっこいいな、なんか花輪くんみたいな言い方ね。マサナマズさん、キャンパンワード、高校生以来です。見に来るの待って、これちょっとどの子だ、待ってや、マサナマズーさん、じゃあツイッターの方開いてみよう。ちょっと気になるね、高校生以来ってことはマサタロ、よいしょ、結構ぶりやねそれは。あれ、あでもよいしょ、今ツイッターを開けております。高校生ぶり、今がもう何年ぶりってことは、でもおかえり久々ってことやね、ほんまに。
いやもうね、あの頃のメンバーとはね、キャンパラいろいろ変わったんでね、本当に。ただね、アイコンのね、太ももがセクシー。ね。そこはやっぱりね、見てしまいますね。今、ハッピーな気分になってるから、そういうとこばっかり目がいってしまうわ。ねえ、ハッピーターン好きですと、食べてみたいと。これ食べてみて。学校でも話題になるから、これは。ただ学校持ってても冷蔵庫がないからね、ただただ溶けるから、帰り道にね、まあ先生バレんようにこそっと寄り道してね、栗のアイスと、ガリガリ君モンブラン味が出てる。あ、それはうまそうやな、普通にな。ガリガリ君のモンブラン、それはちょっとうまそうですね。なぎなぎ、キャンパーは、あ、ハッピーターンアイスと、私買ってるけどまだ食べてないと。今から引き出してきて、母さんだ。ちょっと食べてみて、それは。あ、これ、まさこうでしたっけ？山梨に住んでるわ。そうか。オゲオゲ、わかった。山梨で見てくれてるのは、ほぼおらんからね。甘栗アイスと。食べてみたいと。うっすらひげが生えたんですけど、ごめんなさいね、昨日お風呂屋行った時に、剃る予定やったんですけどもね、剃る時間になった時に、ちょうどね、サウナの方でロウリュが始まったんですよ。わ、ロウリュ入りたいと思って、カミソリを置いたんです。今日まだ家で風呂入る時に、剃ります。結構ね、結構生えてますよ、今。ね、みんなジョリジョリしてほしいですか、ほんとに、ここで。ジョリジョリジョリ。まだでもね、結構長なったんでね、まだマシですよ。まだ生えかけの頃はね、やっぱり、毛の質硬いんで、こう、こんなん多分やったらチクチク痛いと思うんですけど、今ね、ちょっと伸びてるんでね、もう柔らかい感じですよ、こう。明治のバニラアイスとコラボと。ベンツみたいにしたらお母さん妹も食べてくれるかなと。ねえ、普通のハッピーターン要求されそうですと。いや、でもこれはもう人生に一回きりの味わいやと思うんでね、食べてみーって食べてみーって、こんななかなか食えんだよって、アワビン出しながらね。覚えてくれた、嬉しいですと。で、ここがリンネちゃんとつながってるんですね。大学生になりましたと。はあ、もう、ってことは、でも2年ぶり？そんなことないか、2年ぶりは？いや、でも、2年、ん？ 2 年は言い過ぎ？いや、それぐらい見てないですよね、ほんまに。1年ぶり、1年もうちょい。小西さん、ひげのイメージが全然ないと。まあ大体テレビ出るときはね、剃ってるんでね。たまにイベントひげ面で出てますけどね。テレビの時だけ、ちゃんと剃って出ております。もうね、今の年になってね、ひげが伸びるスピード速くなってきたんですよ、本当に。もう2日に1回は剃っとかんと思うとダメですよ。だからこう剃ってる時に思うのが、僕こういうひげ剃り派じゃないですよね、カミソリ派なんですよね。で、よくね、肌を傷つけてしまうというね、ちょっとお肌に悪いわと思いながらね、奥様と思いながら剃っております。さあ、まあね、明日は、夕方4時から FM 徳島フライデーオンライン。今回は FM 徳島フライデーオンラインで、もう僕ら3年ぐらいパーソナリティやってますが、今回初の中継、二次元中継。じゃあ相方をスタジオに置いて、僕が、実家の門間から、電話で中継するという、今までなかったことを、てか、前からやってみたかったことなんですけどね。まあ、大阪関係なく、僕がスタジオに乗って西浦をいろんなところで中継してもらうっていう、でそれもやってみたかったんですけども、今回まあ
実際にやってみようかなと思いまして、やります。ぜひとも夕方4時から FM 徳島フライデーオンライン徳島の方は聞いてください。ほんでね、夜中夜の11時30分、明日の夜11時30分開演で、ナンバーグランド花月ね、大阪千日前ナンバーにありますナンバーグランド花月 NGK です。そこでナンバーグランド真夜中花月というオールナイトお笑いイベントがございます。そこに一応ね、チラシに載ってなかったんですけど、キャンパスボーイ出ますんで、ぜひとも見に来てください。来れる方はね。いや、昨日ナンバーグランド花月のツイッターでようやくチラシが出たんです、出演者の。僕ずっとこのね1週間毎日毎日出演者どうなんやろうと検索してたんですが、出てこなくてですね、ようやく昨日出演者一覧のチラシができてたんですが、それを見るとまた前回のネタでナイトフィーバーオールナイトネタフィーバーかな、その時もね僕らのキャンパスボーイ名前なかったんですけども、今回もまさかのキャンパスボーイの名前なく、ちょっと今ほんまに出番あんのかな、どうなんかなっていうドキドキ感はあるんですけども、出演しますので必ずね、一応ちゃんと入り時間とかもね送られてきたんで出ますので、ぜひとも真夜中の2分の漫才を見に来てください。僕らの出演者大間豪華ですよ。MC が柳武尊さん、笑い飯さん、そして出演者がギャロップさん、ヒューマン中村さん、アキナさん、藤崎マーケットさんで、大阪住みます芸人のスパンさんで、シマシマンズさんね、祇園田中良田さん、矢野剛、ミルクボーイさん、くるくるコミックが分からんのよな、中上綾、吉田たち、アイロンヘッド、アマコインター、見取り図、霜降り明星、ムニムニアエバ、コロコロチキペッパーズ、自尊心、東大阪、異文化、馬と魚、カエルテ、ガオーちゃん、坂本オズ、ザジー、サンドロップ、ジッテリンジン、シンクロック、数学 AB、スーパーノバ、ポイズンソリマチ、ポール・ワシントン、マスモスケ、で、熊本のすみます芸人、モッコスワイヤー。キャンパスボーイワイ、キャンパスボーイ、まあそんなメンバーでやりますので、ぜひとも皆さん来てください。もうほとんどがもう後輩ばっかりのイベントなんですけども、その中で、唯一同期のね、祇園と矢野剛がいてますので、まあその中で混じってやっていきたいと思います。ただ、藤崎マーケットさんとね、しましまずさんがいてるので、ちょっと心をホッとしながらやりたいと思いますので、さあというわけで、配信してきましたが、そろそろ終わりましょうか。2年くらいですね。あ、やっぱ2年くらいやんな。なぎなぎ今梅酒飲んでるからハッピーターンアイスはまた今度にする。意外と合うかもしれんよ。意外と梅酒やったら、まあ意外とビールやったらダメかもしれんけど、梅酒やったら意外と合うかもしれん。てか梅酒を分けてくれ、その前に。で、そしてリンネちゃん、ずっと甘栗アイスってなんやろ、気になるな。さっきの甘栗アイス、モンブランのことかな、それを別の言い方で。キミコちゃん、清水さんが食べって言いよったよって言って説得したらチャレンジしてみますと。あら、これ僕だからこそこの許可が下りたんかな。じゃあ家族3人でね、どうやったか感想を一人一人ください。お待ちします。さあということで、やってきましたキャンパスの徳島でキャンパラナイト。おー、まあ、15分と言いながらいつものように30秒やってきました。じゃあまた明日ね。ただその多分夜10時ぐらいからするとは思うんですけども、
まあその真夜中グランド花月前にはすると思うんですけども、ちょっとまだわからないので、またあのツイッターで告知します。一応10時を基準として配信はできるようにはするんですけども、一応あのツイート見ててください。さあそれでは、ねえマサさんもね、マサコマサコマサコであったっけ、マサコ、あらマサねえ、まだ見に来てくださいね。あ、当時の呼び方がわからないときは、当時なんて言ったやろ、まだ教えてください。で今ね、今日からこの YouTube にこの Ustream のねアーカイブが消えるということで YouTube に移し替えようとしてますが、ちょっとねやり方がわからなくてね、今混乱中です。でもまたアップしていけたら報告していきますので、皆さんお楽しみに。ではそうそう終わりますよ。ではでは明日も見てください。それでは終わります。明日もキャンパラナイト、すんごいハッピーターン。